皮から今水分出てうまみも出てるタイミングで、バターが溶けてきたら全体をあえて。めちゃめちゃうまい。どうも朝倉春店店長朝倉春でございます。横からいやたまにはねこういうアングルもやっぱりちょっとロックリー的なまあナルト読んだことないんだけど僕も知らんねんけど2人して知らんねんかよ2人してじゃん。漫画は何読んだろう。漫画はまあスラムダンクめちゃくちゃ。どうします12月公開。あ、そうやねあれどうする。やば渋谷の東宝だっけ、一番大きい道玄坂のところの映画館。道玄坂のとこは東宝かな。東宝かな、あれそこにさ広告並んでんだよこうやって。いいね。で5枚並んでんすよこうやって。お5人端から三井小暮とかさ。いいね。え小暮入ってんの。三井あえマジでごめん小暮入ってないわ。そうやろ。三井5人って絶対選ばれへんだよメガネ君。メガネ君は絶対ね。まああいつも3年間頑張ってきた。そのタオカのがセリフはいいのよ。あれ胸熱くなりますね。いいね。あとこの話は終わらなくなっちゃうんで、今日はですね鮭と大葉のバター醤油パスタ。タカさん作ってくれはるんですか。作ってきたと思います。それではですね、横から紹介していきたいと思います。鮭、まあ普通に売られてるスーパーとかのね鮭ですね。これは白ワイン、みりんで、醤油バターとお水、大葉、にんにく、シンプルな感じですね。これねマジでちょっとね作ってほしい。本当にうまいんで。でも僕が多分好きってだけなんですけどマジでうまいんで。でそんなにかからないんでした醤油やっていきたいと思います。まずは大葉を大葉もねこの茎のところはまあ外すべきではありますが、私はこれも加えていきますのでこのままこうやって刻んでちょっとくるくるっと巻いてこういう感じで。今回は加熱してるところに入れるんでそんなに神経質に細切りにこだわらなくてもいいです。はい、でこれをこのまま入れちゃうとちょっと長いんでくっつきたまま麺と絡んじゃうんですよ。だからちょっとここを少し刻んであげる、さらに細かくしてあげることでまあソースと麺の絡みも良くなるのかなと思います。では次にニンニクシンと落として皮をむきやすく、こんなみじん切りに。パスタの好みもあるんですけどやっぱニンニクのパンチ効いてる方が僕は好きなんで、あんまりこうちょっとデートあるよって方は、まあ、もう少し控えめにしてもいいしスライスとかで使ってもらえば香りもうちょっと抑えられるんで。ニンニクがついたらうまいよな。うまいよな。どう考えててうまいじゃん。はい、そしたらもうニンニクはこの中に打ち込んじゃいます。鮭なんですけど骨を100均抜いちゃいたいんで骨を抜くんですけど、この100均に骨抜き売ってるんで骨抜きで水をこうなんかお皿かなんかくぐらしとくとすげえ取りやすいんで、はい、ね鮭でここにね鮭のここにあるんですよ骨が。触ると分かるんですけどここに骨が通ってるんでこれを先に抜いちゃう。ここにこう触ってもこれもあるんですよ。これをもうねまずここからもう引っ張ればすぐ抜けるんですぐ。でここに抜いたやつをこう蹴ってるとすぐ落ちるんで骨が。結構すぐ分かるもんな。すぐ分かる。もう触ればもうすぐ分かるからすぐ。触ると多分これが硬いのがいるからここだってなる。このライン取れたらもういないんで、そこだけない、ここだけで、ここにはじめちょっと川のこの部分端っこ持ってここに切れ込みをこうやって入れるんですよ。まずこの時は包丁を動かして切れ込みを入れちゃうんです。そうすると皮と身の間に包丁が入ったんで、このまま今包丁が身と皮の間に入っている状態で、はい、包丁をさっきまで動かしたんだけど、今回入ってきたら今度は皮を動かすんです。おお、なるほど。こういうふうに。包丁を動かしちゃうと身がくっついてきちゃって取れちゃうので、皮を動かす、包丁を動かすやると取れるんで、ちょっとあんま綺麗に取れなかったけど、うまくいくともう何にもない状態で取れます。でこの皮は一番いいのはオーブントースターとか前があったらでいいんで、まあこんなの1枚でやることじゃないんですけど、まあ、余ってもったいないっていう。ついたままでもいいんですかってことだったんですけど、ついたままではまあぶっちゃけ別にいいけど、うん、やっぱ口に残っちゃうかなと思ったんで僕は外してるんで、これをオーブン入れてグリルってやつ6分ぐらいかな、作業切っていきたいと思います。ね、横忘れてたそれいらしいでしょ、はい、これね、これも一口大にこう端っこを適当にこうやっていって、まあ、ちょっと大きめにこういう風に切っていけばいいんで。よし、それでは麺をまずはね測りますよ。測りましょう。今回も 100g ですからね、いきますよ。ええ、もういっちゃいますよ。いける、うん、もう俺ぐらいだと一発っすから。今んとこいけてないけど、それはさ編集でもうちょっとなんとか説得してもらえない。いやいや無理やね。ニチェコの 1.6mm を今日は使います。 1.7mm とかでもいいと思いますけれども、いけ！緊張してきた。あー、ちくしょう、 2.5g！ 2本ぐらい？ 2本ぐらい、惜しい。ふざけろしい、マジか。オリバル、まあ大さじ1。これで火を冷やす。はじめはご存知の通り強の強で強火で OK でございます。マジでこのニンニクの香りと鮭と大葉の爽やかさが、まあ、超たまんねえから、やばいやばいよ、うん、はい、ふつふつとしてきましたら弱火にします。はい、でですよ、ここで今回も1% のお塩が入った茹で汁ボイラーでご用意します。これ加えます。表記時間の1分前に揚げるイメージで、麺は今回は1分前に、うん、にんにくにこの香りがねちょっとしてくるんですよ。で気持ちいい、ちょっと色ついたのかなみたいになったら、ここで鮭入れます。で中火にします。中火にして鮭を加えました。で鮭を炒める感じです。鮭の炒めてる間に鮭の水分が出てニンニクに色がどんどんついてくるんで、ここから多分早いんですよ、色つくのニンニクが。だからその辺も意識してみて焦げすぎないように。はい、ってなったらここで白ワインを入れて香りを出してみりんで少しまろやかにします。でアルコール飛ばす。ちょっとさ、俺すごいできる人っぽい感じの今できてる。いってるね。いってるよね。うん、ああ一気にできひん人一気にできひん人になってるな。でしたらこうで水を入れます。で一回沸かします、この水を。強火にしちゃって。はい。沸いたらこれ弱火にしましょう。これ以上強火にしちゃうとソース煮詰まっちゃう。いい感じですよこれ。ね。まだ味しないですね。あ、でこれ。今ちょっと遅くなっちゃったけど、鮭に自体に味入れたかったんで、これ塩ちょっと打っときます。鮭にこれ白ワイン入れる前とかのがいいですね。今ちょっとこれ遅くなっちゃいましたけど、これだから1本は入れてください。注意書きで鮭に味するように鮭にちょっとだけ塩振っといて。おうえ、ほらこれうまいっすよ。これここにさちょっとさ塩振ってさ、いいね、いい音してる。うまっ、これが今のところ一番うまい。いやそれしか食べてねえからスラムダンクいつ公開だっけ？12月3日じゃないかな。3日。いやー楽しいですね。楽しみ。面白いかな。もうさ、でも面白い話の内容はどんなんなんだっけ？いやそれがね分からへんねまだ。そうなの？そう。マジで？だから予想これなんじゃないかみたいなんで割と盛り上がってるというか。その憶測はどんなんが出てるの？だから最初だから三能戦をやるんじゃないかみたいな。でも全然違うオリジナルストーリーなんじゃないかみたいな。そもそも現役かどうかもわかんないけど、例えばそのあ、いやそれでもなんか日本代表とかそういうことじゃないかな。この間でも映像予告編、あマジでですか、公開されてたよ。でも5人いたけど、だから現役だとは思うけど、何の試合とかは全然わからん。あそう、楽しみだな。映画館とか最近行けてないでしょ。いや行ってないね。映画最後みたいないつだろう。千と千尋かな。めっちゃ前やん。全然映画館行かんタイプの人やん。小学生ぐらいよ。いいツッコミだな。おばあちゃんとね、うちの兄貴と3人って言ったのよ。なんかいい話やなこれ。おばあちゃんいい人だったな。いやそれはまあ生きてんだけどね。生きてんのかい。生きててよかったのに生きてんのかいって失礼なツッコミしてる。はい、ではですね、失礼なツッコミ、生きてんのかいってめっちゃ失礼なツッコミしてるやん。今、表記時間これ9分なんですけど、8分で揚げるんですよ。でその8分に到達するちょっと前にここで一気に強火にして、この大葉ちゃんを入れます。ね、わー大葉ちゃん入れ、一回強火で沸かして、大葉から今水分出てうまみも出てるタイミングで上がるんですよ。でこれを強火にし、麺の水気を切って落とします。で一回軽くあえる。この段階でちょっと水分多い感じなんですよね。一回軽くあえて、ここに醤油を落として、バターを落とす。でバターを溶かす。でバターが溶けてきたら、これ全体をあえて混ぜて、うまっ早っ、食べてからの感想のスピード早っ。うまっ、これ熱っ、皿熱すぎた。これうまいわ。これをめっちゃいい匂いしてるし。仕上げにペッパーを。浅く死んでんの浅く死んでんのだけど大葉のバター味パスタ。いただきます。絶対やばいよこれ。ほら至る所にいる大葉がね、うまそう。だって湯気やばいもん。湯気がうまいもん。湯気がうまい。湯気がやばくない？めちゃうまい。めちゃめちゃうまい。熱っこれねやばい。これねやばいわ。やばい。めっちゃうまい。これマジで作ってめっちゃうまいからダメ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 。いいのうまっ。これやばいじゃん。これやばいじゃん。やばっ。これやばい。ちょっと大盛りでもらえます？これはめちゃくちゃうまい。マジでうまいから絶対。やばっというわけで